皆さんこんばんは、 MK です。星のカービィ Wii デラックスパート26やっていきましょう。今回もレベル6エッカーエンジンズの方を進めていければと思います。ステージ2からですね、集めるエナジースフィアは全部で4つ。前回3つだったのにスーパー能力が途中であったんですけど、多分2ステージ連続スーパー能力はないですよね。だったら4つの時にスーパー能力にしてほしいなと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。前回ね、まさかの3つ集めるやつで2つはスーパー能力でしたからね。おっと、そしてこれどうしよう。スパークとバーニングっていうか、ファイヤーか。ファイヤーの方が使いやすいんじゃないかな。ちょっとじゃあファイヤーのバーニングでいきたいと思います。ファイヤーのバーニングっていうのもちょっと日本語おかしいんですけども、もう MK さん夢の泉デラックスがもうめちゃくちゃやったからさ、ファイヤーとバーニングとか、あとファイターっていう能力もバックドロップとか思っちゃうんだよねあとスローカービィとかね、あの辺いないよね。ボールカービィとかもさ、まあ今回爆裂ボンバーラリーでちょっとだけキャラクター出てきてたけど、ボールカービィってよく考えたら夢の泉しかいないのか。まあまあまあ、タッチカービィ系をどう含めるかというか、どう考えますかって感じではありますけど、まあボールカービィっていう単語自体では夢の泉だけ。もっと出てもいいと思うんだけどな、あの辺。おっと、そしてアイスが出てきたので、ここもコピーしておきましょう。アイスもさ、アイスとフリーズで分かれてましたからね、夢の泉は。スローカービィとかもさ、あとスープレックスとかも全部もうファイターに統合されちゃってるんだよね。おっと、ワイワイマホロアランドのチケットゲット。ウォーターカービィにしておきましょうか。おい、じゃあこちらもコピーしまして、そう、ウォーターとかリーフとかね、まあ初期にありそうな感じですけど、実はこの星のカービィ Wii からというね、なんか違和感ある感じだと思いますが、この下もなんか、待って、エナジースフィアさ、4つもあるのに現状1個も見つかってないことある？もしかして MK さんなんかやらかした？嘘。あたたた、ちょ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 、これ確かもう1、あーらー挟まれた。ちょっと目の前のアイス能力に固執しすぎましたが、え？これ詰んだ？ちょっと待って、え？やらかしたかも。これ、この炎のブロックの下にさ、エナジースフィアあったら終わり。やばい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 。あ、これじゃない？うーわ、待って。なんか救済は？救済あるでしょ？うわ、ない。救済なしだとしたらさ、ちょっと奥の手使っていいですか？こちら。ルーレットコピーのもと、これがあれば、なんとかいけると思う。ということで、ゴー！行きましょう。これ、炎を消せる能力。待って、これ、もう、目でさ、ちゃんと追おうぜ。はい、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 なんか、あ、もう間違う。タイミングが違う。もう一回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 。はい、じゃあここルーレットコピーの元もう一度ゲットしまして、うわ、ハンマーもなかなかいい能力ではあるんですけどね。これさ、ちゃんと目押しするわ。落ち着け。さっき、うわ、待って、何の次か、何の次が何かをね、覚えとけばいいんですよ。これハイジャンプ、ああ、今のでもよかった。あっと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 、ウィング、ビーム、クラッシュ、あっと、待って待って、そろそろじゃない、そろそろじゃない。あったった、オッケー、ハイウォーター、ハイウォーター。今のズルですか？いや、ズルじゃないよ。ちゃんとシステム上でやってるからね。ちゃんとシステムにあるものでやってるわけですから。いや、今回このルーレットコピーの元の救済がある分、あれだな、能力失ってもなんとかなるな。ということで、こちらもね、最悪うまく使ってやっていきましょう。あぶねー。あ、そして今度はストーンですね。いや、せっかくルーレットコピーの元使ったのに、ストーンにすぐなっちゃうんだ。お、そしてそこにはマキシムトマトとマホロアランドのチケット、ありがとう。いや、ああいう使い方いいよね。そう、いざとなったら皆さんもこれ使うといいですよ。まあ目押しちょっと大変なところはありますが、お、なんか魚を持ってる、ウルトラソードが出てきました。結構これレアストーンとかもあったりするので、1回くらいはなんか出したいけどな。春犬のロゴとかが一番レアなんだったっけ。あれ、どんなだっけ。あとなんかレアなやつ、スーパーデラックスの頃とかはマリオ像があったりしたんだけど、多分もうないよね。 Wii の頃にはないと思う。あとサムスとかもあったよね。いや、でもどうなんだろう、 Wii でもあるか。いや、 Wii はないよな、さすがに。金のやつ、あれ、なんかいろんな記憶が混ざっちゃってさ、ロボ相手な。待って、これストーン失ったら多分やばいぞ。ストーンで解く仕掛けがありそうな気が。ほら、待てよ、
待て、あれストーンじゃないとできないやつでしょ。まあハンマーでもいけるだろうけども、上の空間からストーンで降りるのが一番早いかと思います。サクランボ取ってストーンで落ちていく、素晴らしい。ということでエナジースフィアをゲット。あとはちゃんと順繰り回っていきましょうか。てか今更だけどさ、このフランキスちゃんのお面ちょっと怖いな。あの DLC のね、強化フランキスちゃんなんですけども、これなんか敵っぽく見えちゃうな。外しとく？いやでもフランキスちゃん MK さん好きだからつけておきましょう。いつもフランキスちゃんと秘書スージーがどっちも好きで迷っちゃうんですけど、まあでも結局フランキスが好きかな。皆さんはなんかカービィで好きなキャラクターいますでしょうか。ぜひコメント欄に危ない書いてってください。おお、これはこれ違うんだ。バンダナワドルディメタナイトデデデだよ。黄金でもいいような気がするけどね。はい、ハットン、これはいつも出るやつ。ハットン連続で出ていく。そしてマッチョ、このマッチョってスーパードラッグスの頃金じゃなかった？あ、違うな、金ではないのか、危ない。はい、そしたら扉くぐりまして、全然エナジースフィアないけど大丈夫？ここか。今のはマイクをコピーするべきだった感もありますが、え、待てよ、いやマイクじゃないと解けない仕掛けなんてものは存在しないはずだ。ってことはストーンでもいけるはず。え、なくね。上のナポリタンは今はいいや。あ、落ち着け落ち着け落ち着け、君に攻撃したくはないので。オッケー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 。え、待って、エナジースフィアがなさすぎる。合ってる、あと2個だよ。だってウィップ、うわ待てよ、ボスだな。こういう配置の時は大体ボスなんですけど、まあストーンが一番強いと思うのでストーンでいきましょう。そしてさ、ストーン能力の石、あ、空中で、え、違うな、あ、あった、空中で下火、これでヘビー押しつぶしがあるので、こちらをうまく使っていきましょう。そう、これが強いんですよ。スターアライズの時もよく、え、いって、ちょ、ま、消えないで消えないで消えないで、ストーン能力ありがとう。これでこう来てこう、見てやばくない？これがありなんだったらもう全部、ほらほらほら、こんな最強じゃん。はい、待て待て、危ない、ちょっとほら、ストーンが結局一番強いんですよ。こう来て、ここで、はい、押しつぶしをしていく。こんな強いことある？最後は上ビー、あー、上ビーで倒していきましょう。OK。そして多分スパークが必要になってくるので、こちらにコピーを入れ替えまして、だいたいね、この中ボスの跡が怪しい。待てよ、うわ、上ビーだ。落ち着け。こう来て、上ビーですよ、上ビー。タイミングよく上 B を使う。ああ、ミスった、ちょっと待って、今のミスった、1個目ミスった、1個目ミスった、大丈夫？1個目ミスってもエナジースフィアが手に入ればいいんですけど、あっ、あっ、いちゃっ、あぶねえ。1個目と3個目、2個目かはミスってもよかったみたいです。怖っ。ということでエナジースフィアはあと1つ。今のはもうルーレットとか使わなく、使ってもどうしようもなりませんでしたからね。一応ソードにしておきましょうか。はいです、ここスイッチを下げて、うわ鍵か、なるほど。まあ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 、でも鍵だったらやられればとりあえずリセットはできるので、クリアできるまでやればいいだけの話です。危な、これはなんだ、ああ入れ替わんのか。足場がトゲのやつからトゲじゃないのに入れ替わって、ジャンプジャンプジャンプでオッケー。わーっと赤いやつがいましたが、なんとかゲット。これ赤と黄色はあれか、能力が違うのか。あれあれ、君何、後ろ向いてたら追ってくるとかじゃない、なんだ君は。ようわからんけど、とりあえずゴールまでたどり着きました。ということで今回も華麗にゴールゲームの1取っていきましょうか。ふう、ちょっと最近危ねえ時あるからな、余裕で取ろうぜ。ほい、あ、ちょっと遅いかも、ちょっと、あー全然大丈夫だった。なんか MK さんが思ってるよりね、1の幅がね広いかも。いやでもそんなことないよ、狭めなはず。ということで、ポイントスター30個ゲットしまして、とりあえずエッカーエンジンズステージに、エナジースフィア全部集めることができました。ステージ6、5、5まであんのかな？ボス含めて6って感じかな。よし、じゃあステージ3行きたいところではございますが、サブゲームオープン、スフィア90個で、サブゲームのスマッシュライドがオープンしたよ。船でみんなで遊べるよ。はい、まあそれは後でやるとして、そして今回もしかしたらワイワイマホローランドのミニゲームのミッション全部クリアできるかもしれませんよ。ワイワイマホロワ図書館だったっけか？ワイワイじゃないな。マホロワ図書館。
みたいなやつだけなんですよね。あと、一番上、こちら新しいミニゲームでございます。見つけてマホロア図書館でした。ミッションで言うとやってないのがこちら、レベル3で1ゲームに18ポイントと、累計100ポイントなんですけど、まあこれは18ポイントいけば自動的に行くということで、図書館長就任、図書館長就任、こちらね、クリアできるようにやっていきましょう。18ポイントね。で、このゲームで気をつけないといけないのが、上にスティックを倒すと取った判定になっちゃうんですよ。それが本当にやめてほしい。だからジャンプするときとか気をつけてくださいね。これ上に入力したら終わるんで。まずは、はい、なんだ、ほい、エフィリン、エフィリン、エフィリン、はい、オッケー、ゲット、いいよ。上に入力したら終わるよ。ダイヤモンド、ダイヤモンド、はい、オッケー。いや、この辺よりはね、結局最後なんですよ。あー、チューリップは取られてる。いいです、いいです。この辺はいいんですよ。スターロット、スターロット、おい、オッケー。うわ、MK、みんな集まってきてた、今、怖。はい、それはなんで、ソフトクリーム、うわ、早っ。待て、いいのか、エフィリン、あー、まあ、これさ、他のやつ取ってマイナスになるのが怖すぎてさ、行動できない。ただもうみんなはいいよね、コンピューターだから。それなんだ、それなんだ、それ元気ドリンクだ、違った、シャットだった。それなんだ、だカブーだ、カブー。はい、オッケー、いいよ、いいよ、待て、いいよ、待て、4ポイント勝ってはいる。結局こっからだから、このゲーム。はい、爆弾3ポイント爆弾、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 下手すぎか。チューリップ、チューリップ4ポイントチューリップ、あ、違う、4ポイントじゃねえ、あと何個あるかって書いてんのかそれ。爆弾、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 探すの下手すぎか。あ、まだある、まだある、まだある、まだ、まだ全然ある、まだ全然あるよ。で、はい、ここ、うん、ソード、ソード、ソード、ウルトラソード、はい、ウルトラソード、はい、まだあるよ、まだあるよ。サクランボ、サクランボ、サクランボ、と、あと2秒、あと2秒。ケンケンケン、うわ、今の言ってない、今のじゃ全然ダメ。1位ではあるかもしれない。1位ですらない。待って、ちょっと下手になったな。いや、あのね、上押すのが怖すぎて、いや、これちゃんと、これね、もう上に入力したら、なんか通る、他の本通るの怖いんだよね。もうそういうビビりやめた方がいいな、これ。もう行くわ。はい、カブー、いいよ。落ち着け。スタロット、はい。全部取るわ、この辺も。ハト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 、ハト、まあまあまあ、いいや、それはいいや。で、こっからね、動くの怖くなってくんのよ。サクランボ、サクランボさ、まあいいや。うん、いい。それはもう場所的に無理。ソフトクリーム、はい、オッケー。いいよ。はい。なんだそれ。なんだそれ。元気ドリンクじゃない、元気ドリンク。くっそ。まあいいや、まあいいや。ちょっと他の本通るのを、いとわない。ローア、ローア、ロー。まあいいや、いい。全然いい、全然いい。爆弾、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 爆弾。はい、オッケー。待って、こっからでしょ。落ち着け。もう一発で決めるわ。決めます。18ポイント。はい。ソフトクリーム。ソフトクリーム。ソフトクリーム。まだある？まだある？あ、ほら、もうこれが怖えんだよ。スターロット、スターロット、スターロット。はい、オッケー、いいよ。まだある、まだある。ウルトラソード、ウルトラソード。下にもあるよ、ウルトラソード。ナイス。オッケー。結構いってる、結構いってる。爆弾、爆弾、爆弾、爆弾。下にもある、下にもある。はい、爆弾ゲット。で、はい。無敵、無敵キャンディ、無敵キャンディ。いないよ、無敵キャンディが。爆弾、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 爆弾。運だ、運だろ、これ。どこに何があるかがさ、運だわ。あ、じゃ、あと1ポイント。最後の方が運だった。ちょっと待って。いけるんだよ。実力的にはいい。これさ、上入力をさ、取るって判定にしないでほしいんだけど。もう、こういう1ポイントでさっき負けたんだからな。ちゃんと取るよ。はい、無敵キャンディー。いいよ。はい。クリスタル、もう今のは無理。今のは無理。はい、キノコ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 。うわ、ゲットしたかな、今。それなんだ、それなんだ、スタール、うわ、はいや、そういう系が勝てない。まあまあまあ、いいや、それはいいや。はい、青、青、青、あ、この時点でね、青の方に寄っとくのか。うわー、もうメタライト強え。クリスタル、クリスタル、はい、オッケー、いいよ。あと3秒だから、あと1問出るね。シャッツは、シャッツはその上。ふう、こっからです。結局こっからだから、こっからの2ポイントラッシュ全部取ります。元気ドリンク、はい、元気ドリンク取りました。いいよ。はい、スターロット、はい、スターロット2個取ります。くっそ、スターロット、まだある、まだある。あー、そこあったのか。くそ、待てよ、待て待て待て。はい、トリプルステッキ、トリプルステッキ、はい、オッケー、トリプルステッキだ、ラブラブステッキだったっけ、ちょっと忘れちゃったけど。ここでカブー、カブー、カブー。あー、もう今のもさ、 MK さん的には取ってないのよ。はい、ハート、ちょ、またあと2秒、あと2秒。パラス。ちょっとさ、これ操作性そう、うわ、もうメタナイト18いっとるし、ちょっと待って、操作性だと思うんだけど、ちょっとね、操作性との戦いみたいな部分が強いんですよ。あの、斜め上入力でもこれダメっぽいね、さっきからやってる感じでね。十字キーでやってんだよ、十字キーでやっても、やっぱね、他の本の前通るとね、ダメ判定が出やすいんだよな。
なんでなんでしょうてか B と A のゲームにしたらよくないか。はい、ソフトクリームいいよ、結構調子いいよ今回。マキシムトマトはさ、ほら今のもさ押してないのね、個人的には。押しほら間に合わないでしょ、押してないんですよ斜め、いやこれ他の本の前通るのが怖すぎてジャンプとかになっちゃって、それで良くないんだよな。はい、ラブラブステッキいいよ、悪くない悪くない、ラストスパート次第みたいなとこあるよ。こっから全部取ります。はい、無敵キャンディ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 、くっそ今のも取れたのに。爆弾まだあるまだある、爆弾いいよいい、悪くない悪くない。ラブラブステッキラブラブステッキラブラブステッキいいよ。はい、からのハートハートまだあるまだある、ハート悪くない悪くない悪くない。元気ドリンク上にあるけどそれ取れない、待って、あと1個取りたい。ワープスター、あー取れた取れたな今。どう言ってるんじゃない、結構取ったよ。オッケー、22ポイント素晴らしい、もうやりたくない、これやばい、このゲーム操作性がひどすぎるなんでさ、あの新作のゲームが一番操作性悪いの、もう言っちゃうけどねなんでさ、おークインセクトニア、あの今までの旧ゲームよりもさ最新作のゲームの方が操作性悪いの。お、プレジデントハルトマンいいですね。そしてまだまだいける、ハイネス、なんか ボスのお面がいっぱい手に入ってる。おー、レオンガルフ、なんかボスお面が多いね。そしてあとミッション3個になった、100分の97。ちょっと待てよ、ちなみにあとあれだよね、エクストラミッションだけだよね、やってないのが。あ、アトラクションツアーか。そしてスタンプ、ちょっと待て、スタンプ50枚、なるほどね。でアトラクションはじゃあ次回やるとして、スタンプカード、あ、47いけるな、わかりました。とりあえず全ミニゲームは今回でコンプリートできたということで、次回からはじゃあワイワイマホロアランドはツアーの方ですね、進めていければと思います。そしてステージで言うとエッカーエンジンズですね、頑張ってやっていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。